こんにちは。旅するように学ぶ世界遺産へようこそ。今回はこちら、フランスのモン・サン・ミシェルとその湾です。で、モン・サン・ミシェルはパリからちょうど350キロぐらいなので、東京と名古屋ぐらいの距離なんですけれども、僕は車をずっと運転していたら、遠くの方にモン・サン・ミシェルのシルエットが見えてくるんですね。もうシルエットが見えてくるだけでちょっとワクワクするような、すごく魅力的な遺産なので、人気を集めているものです。では、どんな遺産か詳しく見ていきたいと思います。海に浮かぶ島の上に立つ聖堂、ユニークな景観が特徴的なモン・サン・ミシェル。古来より多くの巡礼者がここを訪れましたが、激しい潮流に流されて命を落とす者も少なくありませんでした。モン・サン・ミシェルへ行くなら遺書を書いてから行けという言葉も生まれたほどです。モン・サン・ミシェルの歴史は8世紀に遡ることができます。伝説によると、708年、司教オベールの夢に大天使ミカエルが現れ、当時は陸続きだった岩山の上に聖堂を建てよと告げたといいます。オベールがそのお告げに従って聖堂を建てると、岩山は津波に襲われ、一夜にして海に浮かぶ孤島になったといいます。それ以来、島は巡礼の地として栄えました。さて、ではここで問題です。キリスト教の聖地として有名なモン・サン・ミシェルですが、18世紀のフランス革命の際には宗教以外の目的で使われていました。当時は何として使われていたでしょう。次の4つの選択肢から正しいものを選んでください。答えは3番の監獄になります。あんだけ美しい遺産なんですけれども、その後の歴史を見てみると、14世紀には100年戦争の舞台になり、16世紀には宗教戦争の舞台になり、18世紀にはフランス革命で監獄として使われて、この時には1万2000名もの人がここで監獄に送られたと言われています。で、フランスはよくこの六角形で描かれることが多いんですが、フランスのすぐ北の方にイギリスがあります。で、モン・サン・ミシェルはそのちょうど間にあるんですね。なので、この100年戦争、フランスとの戦争、イギリスとの戦争であった100年戦争だったりとか、プロテスタントのイギリス対カトリックのフランスで戦った宗教戦争だったりとか、あとフランス革命などの時にこの場所が使われました。で、聖ミカエルはこのように盾を持って剣を持って描かれることも多いんですが、天の軍団の軍団長としての姿もあるため、この戦いの時に信仰を集めたということもあります。